1ダブル戦戦への挑戦2024年の米国女子ゴルフツアー唯一のダブル戦がミミシガンン州ミッドランドラ CC で行われますこの試合はツアーにおける得意なイベントで2人1組のペアが4日間にわたって競います初日と3日目はフォアサム形式交互に1つのボールを打つ2日目と最終日はフォアボール形式各自のボールでプレーし 良いスコアを採用で行われます。この大会には歴代のチャンピオンやトップランカーが数多く参戦します。例えば前年優勝のシャイアン・ナイトマエリザベス・ゾコル、そして21年大会で勝利を収めたジュタヌガン・姉妹が再びエントリーしています。また日本からは昨年三位に入ったササマニ・ユハナがセリーヌ・ブティエと再びペアを組むほか、渋野品木と勝南が初参戦。 畑岡奈紗は元へ下位ランク1位の個人4とペアを組みます。この大会の魅力は通常の個人戦とは異なる戦略やチームワークが求められる点です。ペアの相性やコミュニケーションが結果を左右するためどのペアが勝利を手にするのか注目されます。記事に歴史あるミッドランド CC での挑戦1 9十8年に開場したミッドランド CC は その歴史とともに多くのゴルファーに愛されてきました今回のダウ選手権では池やクリークが絡むホール砲台グリーンやアイランドグリーンといった多様なコース設計が選手たちを待ち受けますこれらの特徴がプレイヤーに新たな挑戦をもたらしスリリングなプレーが期待されます昨年は日本勢としてサスネユーハナのみが参加しましたが今年は7人がエントリーしています 渋野姫子は勝みなみとペアを組み古江彩佳は隣州畑岡奈紗は個人四とともに戦います西洋網は孫悠仁吉田優利はレティシア・ベックとペアを組むことが決定しました昨年優勝したナイトアヌ・ゾコル21年大会を制したジュタヌガン姉妹など強豪ペアが揃う中で日本勢がどのようなプレーを見せるのか期待が高まります記事さん エビアン選手権への道8月に開催されるパリ五輪の女子ゴルフ代表が決定する中7月11日から14日にフランスのエビアンリゾート GC で行われるアムンディ・エビアン選手権には日本から最多の10人がエントリーしました世界ランキング50位以内には笹井優花、ーハ10位山マスタ・ビ古屋城10位ハタイオカナサ 明愛37位滝田麗4位渋野ひむ子の七人が名を連ねていますさらに51位の西行真央73位の西村優菜82位の勝みなみも米女子ツアーの年間ポイントランクをもとに出場権を得ました特に注目されるのは笹々ユハネや畑岡那須といった世界のトップランカーたちがどのようなプレーを見せるかですまた 渋野ひむこが再びメジャータイトルを狙う姿勢も注目ですエビアン選手権は選手たちの実力が試される舞台でありファンにとっても目が離せない大会となるでしょう渋野ひまこと仲間たち日本代表の熱戦が期待される大会へ 次回のゴルフ大会で渋野ひまきや他の日本人選手たちがどのようなプレーを見せるのかファンの期待が高まっています以下はファンのコメントをもとにした大会の見どころを紹介します畑岡なさと個人4の強力ペア畑岡なさは世界ランク1位の個人4とのペアで出場しますこの強力なコンビネーションにより 岡ののの復調きっかかけにななるのでははいいとファンは期待しています個人4とのペアが畑岡に自信をもたらし今後の欧州メジャーでの活躍につながることを願っています渋野日向子と勝みなみの黄金ペア渋野日向子と勝みなみのペアはその仲の良さから楽しくプレーできると期待されていますファンはこのペアが上位争いを繰り広げ さらには優勝も夢ではないと信じています彼女たちの爆発力によりどんなドラマが生まれるのか目が離せません吉田優里のパートナー変更吉田優里はレティシア・ベックとのペアで出場します彼女はこれまでパートナー変更を繰り返し途中危険の心配がありましたが新たなパートナーとの挑戦に期待が寄せられています CME ポイントを少しでも加算し、シーズンを乗り切ってほしいという声が上がっています。笹沼優花ユハナとセリーヌ・ブティエのペア。笹沼優ユハナはセリーヌ・ブティエとのペアで出場します。このペアは実力派であり、ハテオか個人4組と同じパーティーでプレーすることが決まっています。これにより、ファンはますます目が離せない展開を期待しています。その他の注目選手たち。 他にも多くの日本人選手が出場します。制御前はソン、孫友人とのペアで出場し、古いアイカは、林州とペアを組みます。ファンは、これらの選手たちの活躍にも期待を寄せており、全体的に日本勢の上位進出を願っています。JLPGA への期待。ファンからは、JLPGA でもこうしたダブルス戦やマッチプレーの試合が増えることを望む声が上がっています。特に、 最終戦のリコーハイではニサムの試合形式が採用されていることからダブル戦も可能ではないかという期待が高まっていますまとめ今回の大会は日本人選手たちが強力なペアを組み上位争いに挑むスーカが見どころですファンは熱い応援を送りつつ彼女たちの活躍を楽しみにしています渋野ひむこをはじめとする日本人選手たちの力強いプレーに期待し 大会がどのようなドラマを踏むのか今から楽しみでなりません。